あやめが妖刀かすみと雫を手に入れてから2ヶ月が過ぎた。松之進は3つの宝玉の未だ行方不明の一つ天の宝玉を天来の手に渡さぬために全力でその在りかを探していた。そしてついに隣国天貝の城下町に住む生駒善之助という名の老人が宝玉の手がかりを知っているということを突き止めた。松之進はあやめに善之助の元を訪ね、少しでも天の宝玉についての情報を教えてもらうようにと命令を下した。しかし時を同じくして天台配下の忍者軍団が不穏な動きを見せ始めている。Thank you.
また人質にはあったらしい。噂じゃ殺し屋だとか。明日は我が身がくらまだくらまだ。おいおい冗談じゃないぜ。まったく。Stop! Stop! 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 St
Come on.
獣へ。おめえの立ち筋、そいつは東忍び流だろ。なんでそれを。なるほど。じゃああんたと戦うのはやめだ。いや、元締めに東忍び流には手を出すなってきつく言われててな。やったのもあんたじゃなさそうだし。あんた何者だい。
俺は藤岡鉄舟ってしがねえ町医者だ。さてと、何か面倒なことが起こりそうだから退散するぜ。ちょっと待った。あんた、天の宝玉のことなんか知らないかい？さあな、聞いたこともねえ。さっきは間違ってすまなかったな。じゃあな。噂に聞いたことがある。晴らせぬ恨みを金で晴らす。あいつ、始末屋か。あやめ。力丸？幽霊ではないぞ。訳あって郷田には戻れなかった。それももう終わりだ。どうしたんだあやめ。なんてのかな、女の勘ってやつかな、偽物さん。俺は正真正銘の力丸だよ。それを戦って証明しよう。荷が重すぎるよ。しまった。これはこれは、天雷様にいい土産ができたよ。